海外メジャー初戦の ANA インスピレーション4月1から4日。米カリフォルニア州から米ツアーに参戦する意向を示した。新型コロナウイルスの影響による帰国後14日間の自主隔離がネックとなり、遠征は数ヶ月に及ぶ可能性もある。来年からの米ツアーメンバー入りを目指す部のひな子は、3月に国内ツアーで2試合を終え、 さらに2試合に出場した後に渡米する予定だ。現在、海外メジャー以外で出場権を持つのは、世界ランキングで資格を得た HSBC 女子世界選手権4月29日から5月2日、シンガポールだけ。他の試合については主催者推薦での出場を模索していく。渋野日向子もなお連ねている五輪強化指定選手らを対象に、 自主隔離期間中も大会出場を可能とする制度が施行されていたが、政府の緊急事態宣言の発令後は停止。その状態では練習もできないため、言い方は悪いけど、2週間が無駄になってしまうと、強中をとろした。遠征スケジュールは流動的だが、何ヶ月いてもいいような準備で行く予定。2019年にツアー初優勝を、 飾り。2年越しの連覇がかかる、国内メジャーのワールドレディースサロンパス杯、5月6から9日、茨城を欠場する、可能性も、浮上。6月3から6日の全米女子オープン、サンフランシスコまで海外を転戦するプランもあるという。前週の明治安田生命レディース、コーチでは2日目以降に崩れ、57位にとどまった。 今週の T ポイントエネオス、鹿児島。来週のアクサレディス、宮崎で、まずは予選落ちをしないこと。3日間通して試合をすることで、いろいろ見えてくるものがある。渡米前に、一定の手応えをつかみたいところだ。支部の日奈子。4月最終週の米ツアー参戦も、表明今後の予定は、相談しながら2021年の国内女子ツアー2戦目は、 57位タイと苦戦を強いられた渋野日向子。2日目はバーディなし。最終日は3バーディ6ボギー1ダブルボギーの77と出入りの激しい展開に。ショットに関しては手応えがありながらも、スコアが良くなかったので、すごく悔いは残りますねと、思うようにいかない一週間の締めくくりだった。21年から、 スイングもクラブセッティングも新しくなり、今はまだ実践を重ねながら作り上げている途中、なかなか一週間や1日じゃ変わらないと思いますが、今日はショットのリズム的には良かったかなと思うので、それを来週に生かしたいと、課題が浮き彫りに、4月1日から海外メジャー ANA インスピレーションに参戦するため、そこまでに、 少しでも前進したいところだ。日本での出場は、残すところ2試合。T ポイント、エネオスゴルフトーナメント、アクサレディスと今月は日本で戦い、渡米する。加えて、4月29日からシンガポールで行われる、HSBC 女子世界選手権出場も、表明。女子世界ランキング20位までの資格で、 エントリーを済ませている。その他の予定はまだ決まっていないが、何ヶ月、米ツアーにいてもいいような準備では行く予定ですと、きっぱり、推薦などでのスポット参戦を目指し、できる限り米ツアーに挑戦する心積もりだ。5月には19年に、制した日本公式戦のワールドレディスチャンピオンシップサロオンパスカップなども控えているが、 今後の予定はコロナ禍の情勢なども合わせて相談しながら決めていくという。ひとまず、日本で渋野ひな子のプレー姿が見られるのは確定しているので3月いっぱい。まずは予選落ちをしないこと。3日間を通して試合をすることで見えてくるものがあるので、そこは最低限頑張りたいと。残り2試合で渋の日向子スマイルを開花させたい。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。